乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカー。スピード強のホイールマンたちは出動前の時間を惜しんでレースを楽しんでた。しかし全くのんきな連中だね。ジャック、お前ホイールマンで一番速いのは自分だって言ってたじゃんか。ルフなんかに負けるな。アキラの運転が下手くそなんじゃねえか。お前が俺のハンドルから手を離せばぶっちぎってやるさ。あの女の子もだいぶ元気になったみたいだな。ああ、あんたたちのおかげさ。めっちゃ明るいホイールマンたちといると、この星に取り残されたってことを深刻に悩んでんのがバカバカしくなるもんね。ロータリーキッドとツインカムジミー。女の子っちゅうのにキャーキャー言われて走るの気分ええもんやったんやな。まあウルフったら初めて知ったこの快感もうたまりまへんな。チェッ、トロトロ走りやがって。何が F1 ジャックだよ。なんだと。エンジンはでかくてもテクニックはからっきしじゃんか。お前が乗ってたからまずったんだぞ。冗談じゃねえぜ。チェッ、この星にはまともなメカはないのかね。口が達者なのばっかなんだもんな。なんだと。それ以上俺を侮辱するとその口にオイルをぶち込むぞ。やろってのか、くなら来い。行くぞ。おお、命拾いしたなアキラ。くそ、置いてかれてたまるもんか。アキラ、先に行くぜ。ミヤ、カットと線のおもりを頼むぞ。あ、兄貴、オイラも連れてってくれよ。あんたにはまだ実践は早いわ。お姉さんと訓練してましょうね。チェ、だけ扱いすんなよな。よう、少年、機嫌が悪そうだな。地球が恋しくなったのか。あんたたちロボットと違って俺たちは生身だからな。たまには機嫌が悪くなることだってあるさ。言っとくが、そういう甘っちょろい気持ちを戦場に持ち込むな。迷惑するのは俺たちだからな。くそ。全員の通信設備への入り口を見つけるんじゃ。コボルの衛星都市モデムは各地からアルゴへの通信回路が集中してる惑星 B1 の電波塔みたいなとこなんだ。もしグレンドスにこの通信回路を破壊されちゃったら、各地で戦ってるアルゴの戦士たちが混乱するのは決定的になるってわけなんだな。通信設備を叩くのは近代戦の基本よ。覚えておけよお前たち。学ランダー班にはいつも勉強させてもらいまんな。また一つ賢くなったぜ。メモしとこう。うわー！誰じゃ。突然現れたこの男、顔はヘビメタだけど中身は真面目。バトルハッカーズのロータリーキッド。グレンドス陣内に情報収集に出かけていて、アルゴに帰還する途中だった。何やわら。せっかく昼寝してたのにうるさいじゃないか。静かにしてくれよ。なんだと、とぼけた野郎だ。俺たちを誰だと思ってんだ。長いこと旅してたんでこっち方面のことはとんと疎いんだ。教えてくれる？グレンドス突撃隊じゃ。狩り上げ集団をくらえ。あっと、くそ下品な武器だね、まったく。何やと、育ちの悪さがそのまま出てる感じ。センスが悪いんだよ。気取るな。僕が修正してあげよう。うおー、何さらすんじゃ。はは、その方がよっぽど似合うよ。悪い。僕はあんたらとやり合ってるほど暇じゃないんでね。バイバイ。おんどりだ。やめとけ。お前の追いつける相手じゃない。それよりまずメインシステムを破壊するのが先だ。おお、そうや、それが喧嘩の基本やった。リム、応答願います。応答願います。偵察旅行の帰りに可愛げのない事件を発見。モデムの通信システムが襲われるぞ。そちらにバトルハッカーズが向かっているはずです。彼らが到着するまでグレンドスの動きを探ってください。ブラッドの前線にホワイトサンダーが出払ってて、そっちに行けないんだ。そういうことならバトルハッカーズに任しておいてくれ。スイカムジミー、聞こえるか？基地への帰還は一旦中止だ。仕事が入ったぞ。なんだって？ハイウェイをアルゴに向かってチンタラ走ってるのはバトルハッカーズの一人、スイカムジミー。エンジンの調子が悪いととっても機嫌が悪いやつなんだよね。こんな時に仕事かよ。俺は今体調が非常に悪い。したがって今回はお主に任せた。その頃学ランダーたちはとうとう地下メインシステムの入り口を見つけ出してた。悪事に関してはこいつら全くプロだね。ここがメインシステムに通じる通路の入り口だ。学ランダー様、これを見つけました。通信基地の内部の様子を入力したフロッピーです。やったぜプロフェッショナル。早いとこモニターしろや。えい。これよこれ、ここがメインシステムだ。刈り上げん、反り込んだ。ここを破壊してくるのだ。任しといてください。この爆弾で派手にやってきますぜ。ほな、ちょいと行ってきますぞ。勝利はこっちのものだぜ。ああ、ここんとこ疲れが取れねえ。あれ持ってないか。中性子発生装置があるよ。悪いな。ああ、これ効くな。あんまりやりすぎると電子回路がラリっちまうぞ。あそこだな。こいつはちっとばかりまずい展開だぜ。誰だ？そこで覗き見してるやつは。ああ、いけない。見つかっちゃったか。覗き見だなんて人聞きが悪いな。こういうのは情報活動っていうのよ。中性子発生装置とやらで酔っ払っちゃったんじゃないの？なんだと？撃てー！またね！パヘルディラン。おいがなすったらええ、お手柔らかに頼んますよ皆さん。口の減らねえやつだ、くれ。そんなコントロールじゃ僕を撃ち落とすことはできないぞ。街中で窃盗が始まったぞ。グレンドスメ、なんてことを。よせ、都市を戦いに巻き込むな。うるせえ。よっちゃ無敵のアウトロー戦士バトルハッカーズ参上。アルゴ軍だ。アールジェタン、一同構え。おいマジかよ、今撃たれたら俺を巻き添え食っちゃうじゃないか。撃てー。決めるぜバッキャロー。やばいぜ。うわこりゃたまらん。いや命拾いしたぜ。うわ打ち方やべえ。へっ、ちょろいもんだぜ。正義は常に勝つ。バトルハッカーズは無敵よ。Rジェタン、一つ質問があるんですがね。もし僕に当たったらどうするつもりだったんですか。ま、葬式は出してやったさ。じゃあ今のうちに香典もらっときましょうか。よく帰ってきたなキッド。不死身のキッドと呼んでほしいですね。久しぶりだな。元気そうやないか。ツインカムジミーはどうした、一緒だったんだろう。それがその悪いな遅れちまって。どうもエンジンのフケが悪いんだよね。サボってて態度悪いじゃないか。なんだとこいつら。新入りのアキラとルークだ。新入りのくせにでかい顔するんじゃねえっつの。やりやがったなこの。やめとけよ、じゃれ合ってる時じゃない。グレンドスの連中が通信回路に入り込んでるんだ。たまらねえぜ。このままメイン回廊まで爆弾の花道を作ったらやないか。リム、このままじゃアルゴの通信回廊は修復不可能になってしまう。みんなこれをご覧なさい。バイカンフーは自然の力を変えるほどの頼もしい存在でした。彼の活躍をご覧なさい。実力を持った頼もしい存在、それはバトルハッカーズです。彼らに任せましょう。バトルハッカーズ、聞こえますか。カイロ中枢部に2台のジェットボードが向かっています。それを何としてでも阻止してください。リム、あんたに言われなくてもやっつけるつもりだったよ。仲間を狙われて黙って帰るバトルハッカーズじゃねえんだよ。嬉しがらせてくれるわね。行くぞみんな。おい、あれは、敵襲だ。アルゴ軍一の暴れ者バトルハッカーズ参上。これでよしと。キャブレターの調子が悪かったのさ。もう大丈夫、吹かしてみてよ。はっ、ご機嫌だぜ。だろ、バイクのことなら任せとけってんだ。ああ、戦う元気がバリバリ湧いてきたぜ。アキラ、俺と一緒に行くか。よーし。それそこまで来ています。もう刈り上げんたちがうまく回路を壊した頃だ。おい、しっかりこの場を失せや。いやいや、そんな。集積回路の場所はそこを右に行ったところだ。ホイールマン、アロンゾ、F1 ジャックに任してちょ。ヤッホー。この仕事は俺がもらうぜ。池に同じ。どっつい勢いでんな。あいつら性格似てんじゃないの？道が悪いや。ちゃん、おつかき。だぞ、くらえ。お、ここは俺に任せて、先に行け。頼んだで。ん、そら。あ。いっぺん死ねえ。ツインカムジミー、バイクってのは足腰が強くないと乗れないぜ。ここじゃ。メインシステムに入り込まれたぞ。よっしゃ、これでドカンやで。誰よ。そこまでだ。おとなしく降参しろ。刈り上げにシューターをくらえ。変だ、お前の得意技くらいちゃんと知ってるさ。悪い。おかしな格好。笑うな。今日のところは勘弁してる。ヘッドビシッと決めたらお前のいてこましてるからな。任務完了。今回はお前に世話になったな、アキラ。なに、エンジンの調子が悪いときはまた言ってくれよ。ツインカムジミーとアキラで美味しいとこ全部持ってかれちまったな。まあ、そんなに腐るなよ、キッド。この次はそうはいかんぞ、アキラ。それまでに運転技術磨いとくんだね、ジャックさん。うるせえ。ロータリーキッドとツインカムジミーというご機嫌なやつらが戻ってきたぜ。これでバトルハッカーズはますますパワーアップした。またこの次もスカッと気持ちよく暴れてくれよ。頼むぜ。バトルハッカーズの舞台は地上ばっかじゃないぜ。今度は宇宙で大暴れだ。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ、クリスタリウム奪還作戦。